まずは野村克也さんとの思い出から。苦労という渦の中に飛び込んで、参りました。一昨年亡くなり、昨日三回忌を迎えた野村克也さん。最後に指揮を取った楽天で数々の選手を育てた主砲。それはエースで負けると同じ負けでも応える。岩隈に1対0で頑張ってくれとそう思って声援してたんだけど、突発性脳梗塞にかかっちゃって代名詞となったぼやきに対して当時の選手たちは戸惑いを感じていたようです。俺からまずは、まあ、簡単に話すと、まあ、ノムさんと言わせてもらうけど、うん、ノムさん近鉄嫌いやったらしいの。そうなんですか。大監督なんだけど俺の中ではもうちょっと苦手な人なんか違うの。ノムさんの書かれた本に俺は2年あだからノムさんの2年目以降 FA で出ていってるってなってるらしいの。なんか記者が誰かに聞いたんだけど、俺どうしてそんなことになってるんですか。分かんない。だからそんだけ嫌われてたのかなと思って、だからそんな話もあったから。脳内 FA ですね。そう、脳内 FA、まあ、全然 FA もしてないんだけどしてないですよね。アイディア球、まあ、野村ノート見てしっかりこう、うん、配球を覚えたりとかっていうのを、うん、が来るけども、俺の中では嫌われてるおじさんみたいな監督のイメージだけど、お二人はどう。まあ鉄からどう。でもやっぱり いろいろ野球は勉強させてもらいましたよね。うん、うん、それはあるよね。確かにね、うん、なんかそれまでこう感覚でやってたようなことを、うん、もうやっぱりもう全てにおいてこう理屈化して言葉にして、うん、こうだからこうなるんだみたいな、大体感覚でやるなみたいな、うん、だからそういうのをもう一から勉強させてもらったなっていう印象です。熊が感じた野村監督は、ね、いや、やっぱり厳しかったです。厳しい監督っていうか、まあ、怖いっちゃ怖いしって感じですかね。なんか厳しかったイメージはやっぱりあるんですね、うん、なんか結構ぼやきでもいっぱいこう叩かれた部分もあったんで。あ、そうだね。すごい厳しかったなっていうのはありましたけど、でもやっぱりその一緒にやってる時はもう本当に嫌だったです。やっぱもう正直言って、うん、信頼されてるか信頼されてないかもう本当分かんないし。分かんない。それは俺も思う、はい、分かんない。でも実際に監督とこう話すと、お前はチームのエースだから鏡となってやってくれ、うん、って信頼してるぞって言ってくれるんですけど、うん、本当なのか。いや、まあ、やっぱりもうそこ嘘つかないでしょ。でも疑うよな。でも本当にあれだけなんかもう、ね、直接聞けるのは、まあ、多分それが本当本心で信じなきゃいけないんだけども、うんうん、やっぱ僕らもスポーツ紙をこう見てしまうから、旗で言うと、だから報道陣の前じゃぶちゃぶちゃ叩かれるわけじゃん。あれを見てしまって自分のチームのどうなんだろうどうなんだろうってやっぱ思ったんですけど実際厳しい環境でやっぱりやってたからこそ、まあ僕メジャー行ってもそういう知識があって野球も長くできたのかなっていうふうに思います。あ、そうだね、はい。まあ、野村さんの野球って結構準備野球と言うじゃん、うん、そうですね。本当にもう試合中よりも試合前の段階である程度勝負決まってるみたいな、うん、話もよくあったので、はい、まあ、その辺はすごく勉強になったよね。いや本当そうですね。